Hi everyone, welcome to my channel. I'm Mayuka Yatomi, a certified sake professional. Today, I'm at Mr. Max Izakaya restaurant in Irving, Texas. Izakaya is the name of style of dining in Japan, and it's the most popular place to eat and drink. Mr. Max is one of the only authentic Izakaya restaurants in Texas. Let's get inside.コンセプトが居酒屋ということですけれども、はい、居酒屋のことについてどういったものかというのを教えていただいてもよろしいでしょうか。まあ、お酒を飲みながら日本食を、楽しめるという、日本的な文化、を、味わっていただきたいという、メニューの方はどういった感じ。そうです。メニューは、おつまみから締めのラーメンまで、今現在80種類ほど取り扱っております、たくさんありますね。客席数などはどうなる。そうですね、客席は、カウンターが11席、で座席が、20名ほど使えるお店、合計31名です。お店は何年ぐらいオープンされてるんですか。10年以上続いてるミスターマックスを、5年前に、うちの社長が、引き継いで、それから、私がマネージャーとして引き継いでいます。5年前にマネージャーさんとして就任した時にその意気込みなんかはどういった意気込みなんかございましたか。10年以上続いてるお店ですので、先代のオーナーの情熱や、その思いを、引き継いで、自分たちなりにまた盛り上げて、頑張っています。盛り上がりはどうですか。客数など年々増えてアクセプト。そうですね、徐々に地元の方の、地元のお客様も増えてきておりますね。お客様が増えたと同時にメニューなんかも増やされたんでしょうか。そうですね、やっぱ日本の味を、広げたいので、基本的な、だし、極力日本産の昆布、最近では利尻昆布や日高昆布、それに、厚削りのカツオを使って、毎日だしを引くようにしています。あと何かこだわりのメニューなんてありますか。うちのオーナーがラーメン店も経営しているので、豚骨スープや、鶏ガラを使った、スープも毎日、妥協せずに、ここでも毎日炊いております。They have 魚沼濃純純米sake here in Mr. Max. It is rich and savory that will definitely complement some little bit saltier dishes.します。こちらは冷やしトマト。こち
らが焼きホッケーです。はい、冷やしトマトはドレッシングの方がわさびとお醤油ベースのドレッシングになってるんで、はい、お召し上がりください。島ホッケの方は、日本から取り寄せてます。肉厚になってるんで、ね、とっても美味しいと思います。はい、この旨味たっぷりの純米とトマトの旨味がすごく合うと思いますし、シンプルに味付けされたホッケともすごく楽しめると思います。They have 松の寿吟醸生醸造。生醸造 means pasteurized only one time, so it gets a little bit more brighter and more refreshing in flavor. Slightly herbaceous. の盛り合わせと、川エビ揚げになってます。はい、川エビの方は味付けもシンプルにしてるんで、素材そのものの味を味わっていただけたらと思います。はい、刺身の方は、たくさんの種類を味わっていただけるように5点盛りに、うん、さらに赤エビの方もつけさせていただいてますので、はい、楽しんでください。はい、このお酒はすごくクリーンな味わいなので、どのディッシュにも合うと思います。あと川エビのこのフライにもこのドライなフィニッシュのある日本酒ととても合うと思いますので、いただきます。はい、They have 群馬泉本醸造ヤマハイスタお酒。ヤマハイ which means rice being fermented naturallyTraditionally brewed, which gives a little nutty, earthy flavor in sake, and has a lot more complexity. こちらが和州牛の串焼きでございます。はい、ソースが、ホームメイドでアップルジンジャーソースになってるんで、ぜひこちらのソースと、はい、わさびでもお召し上がりください。はい、美味しそうです。群馬泉は特に熱燗にするとお肉ととっても合うので、美味しくいただこうと思います。たくさんの料理ありがとうございました。お酒を楽しみながらいろいろな種類、たくさんの種類を楽しめる居酒屋さん、とっても素敵ですね。ありがとうございます。はい、そうですね、リーズナブルにたくさんのお料理をお客様に味わっていただけたらと思います。こちらはうちの人気のたこ焼きになります。たこ焼き、はいはい、いろいろ食べて飲んだ後に最後には締めでラーメンを、締めでラーメン、はいはい、味わっていただけたら。締めでラーメンですか。なんか日本にいるみたいですね。そうですね、まあ、ダラス見ながら日本を感じられるミスターマックスへ、うん、ぜひお越しください。